うつぼ。うつぼ、魚編に、単は、うなぎもくうつぼ、アモクうつぼかの標準和名としても、使われる。温暖な地域の旋回に生息する、海水魚で、鋭い歯と大きな口を持つ大型肉食魚でもある。世界中の熱帯、温帯からに赤、15属、約200種が知られる。日本では、南西諸島に、多くの種類が分布する。和名。 うつぼは、長い体が矢を入れる容器、湯に、うつぼに似ているからという説、あるいは岩穴に潜む習性から空洞を意味する古語、うつほらが転用され、うつほを経て、うぼとなったという説もある。英語では、または、と呼ばれる。大きさは、全長20センチから4メートルまで幅広いが、全長1メートル前後の種類が多い。他の魚類同様に体は、 前後に細長い円筒型で、腹器が退化し、背びれ、尾ひれ、尻びれが一つながりになっている。ただし、うつぼ類の体はいくらか上下に平たいものが多く、腹器のみならず胸びれも退化している。体色は種によって様々で、多くは生息環境に応じた保護色として地味な色をしているが、虎ウツボのように単体で見ると派手な文様を持つものも、ある。中には、 花ひげうつぼのように鮮やかな体色のものもいる。口は大きく目の後方まで達し、鋭い歯が発達する。種類によっては、鼻先が湾曲し、口を完全に閉じることができないものもいる。なお、うつぼ類は獲物を捕らえるための口や後の奥に、食べたものを食道に進めるための、陰頭額を持っている。また魚の尾光は、左右に2体あるが、うつぼ類は2体の尾光が、 花先と目の近くに離れてついている。鼻光が感情に伸びた種類が多く、花ひげうつぼでは花びら状にもなる。エラーなあ小さく目立たない。皮膚は厚く、体のみならずひれまでも覆う。鱗は微小で、皮下に渦漏れる。すべてが温暖な地域の旋回に生息し、特にサンゴ礁や岩礁に生息する種類が多い。一部の種類はマングローブを含む寄水域や、 淡水域にも侵入する。表皮が湿っていれば、粘膜を介した皮膚呼吸によって30分ほどは水中でなくても活動が可能なので、日本にいる種でも強力な嗅覚で塩だまりに這い上がって小魚を買ったり、岩場で魚をさばいている釣り人のところへ上がってきたりすることがあり、注意を要する。基本的には巣穴からあまり動かず、 岩陰や洞窟に潜んで獲物を待ち伏せるが、夜になると海底近くを泳ぎ回ることもある。食生は肉食性で、魚類、甲殻類、糖塞類などの小動物を大きな口で捕食する。特にタコ類にとっては有力な天敵の一つとなっている。またテトラポットや岩礁の食物ピラミッドの頂点である。自分より大きな敵が近づいた時は大きな口を開けて威嚇し、 それでも敵が去らない場合は噛みつく。毒はないが、葉は鋭く顎の力も強いので、人間が噛みつかれると深手を負うことになる。ウツボ類の分布域では、潜水や釣りなどの際に十分な注意が必要である。ただし見た目のイメージと違い臆病なところもあり、人間の側から無用な攻撃や接近をしない限りは、積極的に噛みつけてくることは少ない。潜水中に、 うつぼと遭遇した際にはゆっくりと離れれば攻撃を受けることは少ない。またダイバーが魚の切り身や魚肉ソーセージ等の餌を見せると巣穴から出てきてそれに食らいつくことがある。ダイバーに慣れたうつぼの中には巣穴から出てきて餌をねだったりする行動も見られる。他の動物にとっては危険な肉食魚ではあるが、うつぼ類の周囲にはオトヒメエビ、シマシラヒゲゴンズイのワカナ、 本染分けベラなどの小動物が見られる。これらは、ウツボ類の皮膚表面や口の中の寄生虫を掃除することで、ウツボ類とアイリ共生しており、ウツボ類もこれらの小動物を捕食することは、まずない。また、イセエビ類ともアイリ共生の関係にあり、この場合は、イセエビは天敵であるタコから守ってもらえ、ウツボの方は大好物のタコが、 伊勢エビに釣られて自分から寄ってきてくれるというものとなっている。珊瑚礁付近では、旗類と協力して狩りを行うことも報告されている。また、ウツボ類の食事のおこぼれに預かろうと多くの小魚が、ウツボの祭事についていくといった行動も観察されている。背びれと尻びれが、体の大半に及ぶ、ウツボ赤と、ヒレが微端部だけにある、機械ウツボ赤に分けられる。 釣りや、ハエナは、各種の網など沿岸漁業で漁獲されることがあるが、鋭い歯で網や釣り糸を切断したり、暴れて網をもつれさせたりする上、水揚げしても噛みついてくる危険が大きいので十二、注意を要する。釣り上げた場合には道糸ごと切断して逃がす釣り人も、いる。生息するほとんどの地域では利用されないが、食用にする地域も各地に点在する。 日本では、南房総、紀伊半島、四国、九州、沖縄、中国では、福建省、関東省、海南省などで、うつぼ漁がやれている。多くは長い筒状の受けを多数海底に沈めて、漁獲し、この中に餌を入れて誘い込む場合もある。これらの受けは地方によって、うつぼかご、戻りかご、もんどりなどと来れる。地域によって食用にする種には、違いがある。 うつぼ属の魚でも、骨などが多く、食用に適さない種類や、毒うつぼのように、死がてら毒を持つものもおり、大型個体を食用にする際は噛みつきに、加え中毒にも注意が必要となる。厚い皮と小骨があって、調理に手間がかかるが、白身で微味とされている。ハムと同様に骨切りを行うことが多い。地方により食べ方も異なる。日本では、ウツボ、毒ウツボ。 トラウツボなどを漁獲し、刺身、湯引き、叩き、干物、かば焼き、煮魚、鍋料理、天ぷら、つくだ煮などで食用にする。千葉県立山市愛、浜地区では、某州弁で、生だと呼ばれ、開いて、たわしでこすった後、塩漬けして、天日干しにする。和歌山県南部では、正月料理の食材として珍重される。須佐美町では、うつぼの干物を千切りにして、 唐揚げにした後、水飴と醤油のタレを絡ませたウツボの揚げ煮が、感触的に食べられているが、サビウツボや、若ウツボなど、他の種は、小骨が多いなどの理由で食用にされない。中国の関東料理では、汗ウツボや、豆ウツボなどを、油酢、ヤウジョイヤウヨジョイ,イチと称し、唐揚げや、スープなどにする。食用以外にも、厚く丈夫な皮膚を舐めし、 比較として利用することがある。また、体色が多種多彩なこと、大きな威嚇の動作をすること、強制動物が多いこと、前述したように餌に釣られることなどから、スキューバダイビングなどでは、観察や撮影の対象となりやすい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。